入れ方がエロい。ガクトカット。ガクトカットエロいっすね。ガクトカット。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。さあ、それでは2本目の勝負に行きたいと思います。2本目の勝負はバカラです。バカラ、使っていいチップの量は1000ユーロ、はい、1000ですね、さっきと同じですね、はい、はい、で、先行後攻交互に入れ替える10本勝負となっています。はい、なのでマックス1000ユーロのみかけ入れるということになっています。はい、で、勝った分は積み上げても OK です。わかりました。はい、なのでゼロになる可能性もありますし、一気に最後増えたものがさらに倍になる可能性もあります。ということですね。倍にしていくことでというのは、自分で決めてやってください。はい、はい、それでは Let's play。 まずはカットします。入れ方がエロい入れ方がエロい。ガクトカット。ガクトカットエロい。ガクトカット。それでは先行どうぞ。いいんですか。どうぞ。さあ行きましょう。はい、10ゲームですよね。だから平均で100ずつかけりゃいいってことで、フリーゲーム入れていいですか。どうぞ。フリー、いや、2フリーゲーム、please。バカラはですね、まあ、細かい条件はあるんですけれども、9が一番強く、そして絵柄は全て10扱いとなります。まあ、0ですね、はい、で足して9になった方が勝ちと。で、プレイヤーとバンカー側に2枚ずつカードが配られて、で、そこで合計の数字、絵札は全部10です。まあ、0ですね、はい、で、計算してどちらが9により近いかを当てるというゲームになっています。ちなみにですね、引き分けということもあるので、自分が引き分けが来るんじゃないかっていう時には、あのタイにかけるとですね、8倍つきます。ただし、まあ、めったに来ないですけどね。さあ、はい、決まりました。どうぞ。バンカーです。じゃあプレイヤーに。あ、自分で絞れないんですね、ここ。絞れないんですか、ここ。はい。あ、気がついたら勝ってました次、ガクトさんのターンですね。はい、じゃあバンカーに行きましょう。では僕プレイヤーで、はい、まずプレイヤーが1が出て、そこ足して0になりました。さあバンカーは4です。これでタイになりました。さあいけるか。8、これで8対4でバンカーが勝ったということになるわけです。さあ1対1の勝負となりました。そうですね、はい、いや、これバンカーですね。さあプレイヤーは1です。そこから6。さあこれでピクチャー6タイです。なるほど。さあこれタイです。珍しいですね、この状態でタイになるのは。さあここですね。ほう、3、 OK、 ナイス。うっそー、来ましたね。9対2でした、はい、つまりバンカーの勝ちなんです。さあ一気に広げてきました。1、2、3、
今4ゲームだからあと6ゲームですよね。いやでもこれバンカー、バンカー行くしかないな。バンカーなー、いやーもうちょっとかければよかったな。Thank you。 さあこっからですね。そうですね、すごいですね、バンカーの面が続いてます。そうですね。さあここね、大切なとこですね。何ゲーム目ですか今。今ですね5ゲーム終わりましたね。あと5ゲームです。さあここか、ここ勝負ですね。うわ、そんな行きます。でも、ということはこれでガクさんが負ければこれで逆転するぐらいのを持っておきゃいいか。プレイヤーにかけるのか。いいぞ。あー、くそ。さあ、10こい。オッケー。あー、そーしー、またタイでした。たまりませんなこれ。Thank you。 さあ今のちょっと痛いですね。今6対6でした。はい、したら、バンカーです。Yes, yes, please. Five. Ten. さあ、プレイヤー5。3レーン。おぉ、逆転。さあ、いけるか。ピクチャー。3。おっと、そうだ。じゃあ、流れが変わりました。もう3しか、あ、もう引けないんだ。はい。プレイヤーが9対6でプレイヤーです。さあ、来ました。流れ変わりました。なんかやってんな。おかしいぞ。流れ変わりました。いやー、これです。さあ、ここはわからないところです。プレイヤーに行きましょう。あと3回です。ってことはさあ、僕はもういや、これやばい、100ずつ張っていきます。もうここからは確実に勝ちを狙いにいきます。勝負とはね、こういうもんなんですよ。わかります？あの、勝つために生まれてきたんで。でも多分負けるとこ見たい人もいると思うんですよ。どうぞどうぞ。出た。どうぞ。さあ、まずはピクチャー、そしてピクチャー。さあ、何が出るか。5、そして39。よし、さあ1枚ずつ。 OK、 ピクチャー。さあ次ピクチャー出るぞ。ピクチャー来るぞ。ピクチャー来るぞ。ついに来ましたね、このタイミングは。8対5です。8対5でバンカー。今さっき、あの、もうあとは100ずつかける守りに入ったじゃないですか。人間守りに入ると負けるぞって教えてくれたのがガクさんですよ。いや、守りに入ってるわけじゃないんですよ。読めないっていうだけなんです。そうです。はい、ここが勝負時ではないっていう。なるほどなるほど、はい、いや、よし、ちょっと見えてきたぞ。あと2ゲームですか。じゃあ、これはかけるよりも賭け金が重要だな。あと最低200は払わなきゃいけないって話ですよ。もちろんもちろん、はい。さっきの負け分もあるから、これ僕どっちか選ぶじゃないですか。はい、ガクさんかけるじゃないですか。はい、その賭け金見て賭け額を調整するのはありで、なしです。なしですか。なしです。なしなんだ。なるほどね。先行とはそういうことですよ。選ぶことはできるけど、ベッドは見れないっていう話ですよ。
そこ重要っすね。重要ですよ。なるほど。なんで自分に都合のいるルールばっかり言うんですか。プレイヤーで、さあプレイヤーは1、バンカーは2、さあ6が出た。さあ6が出ると勝ち。おっとバンカーナチュラル9、9対6でバンカーです。ありがとうございます。はい、ということでもうヨヘはほぼ勝ちはないと。いや、そんなことないです。あと1ゲームありますからね。はい、ああナイスかな。ないのかな。お客さんのかける金額制度。ちょっとここはもうボンとかけましょう。ボンと。え、ではバンカーで。さあ行きましょう。ああ、引くしかないか、これ。You know what I want, right? Right, of course. Thank you. さあ。バンカーが来れば僕の勝ち、はい、プレイヤーが来れば両辺の勝ちということになります。はい、プレイヤーエース1、バンカー来た。バンカー9、さあ6、そしてピクチャーが来ればナチュラル9、ピクチャー、おっと7、7対6、バンカー、あ、そっか、6だから引けないのか。終わった。7対6、あの勝負決まっちゃうんですね。はい、マジか。さあ、というわけで2試合目の勝負、見事ガクト勝ちました。ありがとうございます。さあ、ということで元金が1000ユーロ、そして勝ち金が800ユーロ勝ちました。ありがとうございます。敗者ヨヘ。あー、おかしいな、マジか。まあまあ最終的にはね、あの勝負は3本勝負って言いましたけども、ね、あの3本勝つことが目的ではなく、トータルの金額が上位になることが目的なので、そうですね、最後3本目のルーレットで逆転ができれば両平の勝ちですよ。これさっきのブラックジャックのこの残りのも僕使っていいですか。ダメです。お願いします。ダメですよ。なんでルール変更するんですか。いや、そんなことしたら僕あの銀行から1億落ちますよ。いやいや。その残りの金額で勝ちに行くってことが大切なんですよ。なるほど。はい、あと5回ですから。そうですね。ドラマ見せます。それではルーレットに行ってみましょう。はい。Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.